私のチャンネルへようこそ JBN1ビュー。 郡川清志、滝沢秀明とタッグで活動再開。永井秀和、創価学会委員であることを告白し注目を浴びる。宗教的なつながりが復帰を支えているという説も。郡川清志のキーナの進化は、同郷の芸人さんのアドバイスがきっかけだった。郡川清志、激しい批判をバネにひたむきに練習、叩くこと、叩かれること。今年放送の第73回 NHK 紅白歌合戦に出演後、芸能活動を一旦休止する歌手郡川清志さん、本来イコール山田清志45歳が、ジャニーズ事務所を退社したタッキーこと滝沢秀明さん40のサポートを受け、来年から活動再開する可能性を20日発売の週刊誌女性セブンが報じています。郡川清志さんは今年1月に、年内の活動をもって芸能活動を無期限休止することを発表し、12月14日に活動休止前最後となるコンサートを行い、郡川清志業をやらせていただいたキーアイナ、キーナでございます。2000年に郡川清志としてデビューし、ここ、甲州道でお別れです。いつかまた。コンサートをやった時、また来てくださいますか？今日で最後と言いながら、来年の暮れもやっていたらどうしよう。最後詐欺になっちゃうでしょ。などと語っていました。アンコールでは黒のドレス姿を披露し、自身が作詞を手掛けた魔法にかけられた少女を熱唱しており、郡川清志さんはこの曲について、一番苦しんでいる人や悲しんでいる人が一番幸せになれる世の中に変えていきたいと思って心の叫びを書いたとしています。魔法にかけられた少女ミュージックビデオ。そんな郡川清志さんの今後の活動にもすでに大きな注目が集まっており、13日放送のキーアイナパーティーから郡川清志と最高な夜からに出演した際には、どこまで切っても歌が好きですし、歌が自分を支えてくれて生きる力をもらえた弱虫で引っ込み思案な自分を歌が強くしてくれたというか、だからこれからも歌い続けていきたいですし、ずっと皆さんに忘れないでいてほしいなって思います。と語っていました。また、週刊誌、週刊文春などはデビュー以来所属する芸能事務所、長良プロダクションからの独立説や、芸名をキーアイナに改名し再出発するとの情報を伝えているのですが、女性セブンは新たに滝沢秀明さんを新パートナーに迎え、復帰の可能性があるとしています。その理由として、郡川清志さんと滝沢秀明さんの母親が宗教法人、創価学会の熱心な信者であることを挙げています。創価学会の2世信者だったピン芸人永井秀和さん52が今月、フラッシュのインタビュー取材で語ったところによれば、2005年1月7日に創価学会の本部幹部会に招かれた際に、郡川清志さんと滝沢秀明さんの姿もあったとし、芸術部の躍進三人衆のような形で並ばされたんです。氷仙君はおそらく池田大作名誉会長に会うのが初めてで涙ぐみながら話を聞いていました。メモは禁止だったんですが、後でレポートを出さなきゃいけないから、話をメモっていたんですよ。そうしたら、隣にいた氷仙君に睨みつけられて、メモを取っちゃいけないじゃないですか。って怒られて、ね。氷仙君は、本当に池田氏に心酔しきってましたね。というエピソードを披露しています。また、滝沢秀明さんは池田大作名誉会長に気に入られていたそうで、滝沢くんのお母さんは頑張って活動していましたよ。池田氏は歴史好きでもあるので、NHK の大河ドラマ、義経で源義経役をやった時なんか、本当に喜んでいました。と明かしています。女性セブンの取材に応じた郡川清志さんの知人によると、郡川さんは2014年に大豪邸を建てた際に、引っ越しの日として創価学会の日、5月3日を選ぶなど非常に信仰心が熱いといい、
滝沢さんのお母さんとは普段から電話でやり取りする関係で二人にしかわからない合言葉もあるほど、滝沢さんがテレビに出ているのを見た氷川さんがお母さんに見たよからとフレンドリーに電話をかけていたこともありましたと明かしています。氷川きよしさんとかなり仲が良いという滝沢秀明さんの母親は2011年に滝沢さんが設立した個人事務所の代表も務めているそうなのですが、芸能関係者は氷川さんの今後について、滝沢さんは2023年以降何らかの大きな事業を始める意向だと言います。氷川さんが独立した暁には連携する可能も十分にあり、最速の再始動は2023年の秋頃と語っています。日刊現代も氷川きよしさんが長寮プロから独立後に創価学会関係者のサポートを受けて早期に復帰する可能性が高いとの情報もあるとしており、創価学会の中には音楽に精通している人間も複数いるとのことです。ちなみに氷川きよしさんの新曲魔法にかけられた少女はこれまでにハック、生まれてきたら愛すればいい、 You are you は多く、君と僕という曲も手掛けた TM ネットワークのキネナオトさん65が作曲したのですが、キネさんも熱心な創価学会信者だと永井秀和さんが明かしています。氷川きよしさんと滝沢秀明さんにつながりがあるのは事実のようですが、今のところ2人が手を組むことについて具体的な情報はありません。そのため現時点ではあくまでも噂、憶測レベルの話ですが、もし2人がタッグを組んだら大きな話題になるのは間違いなく、引き続き動向に注目していきたいですね。氷川きよしのキーキーナの進化は同郷の芸人さんのアドバイスがきっかけだった。12月13日に放送されたキーアイナパーティーから氷川きよしと最高な夜から NHK が話題になっているようだ。昨年12月14日に NHK で放送されたキースポターズ E から氷川きよしと最高な夜から、そのスピンオフとして今年3月6日13日に NHKBS プレミアムで放送されたキースポターズ E から氷川きよしと最高な夜からアフターパーティーがあったことから、今年も同じ番組名になるかと思っていたが、冒頭がキーからキーアイナへとリニューアル。番組スタート前からネット上には、なんで微妙にタイトルが変わったの？という疑問の声が上がっていたが、番組冒頭で共演者であるお笑いコンビ博多華丸大吉と氷川自身が明快に解説した。番組冒頭で氷川の親戚が営む焼き鳥店の常連だった花丸は、氷川がデビューする前から知り合いだったことが明かされ、さらにタモリ、森口博子、氷川の3人が同じ中学の同窓生だったことも説明された。大吉が会話の中で氷川のことを、きちゃんと呼んでいると、花丸が、ちょっといいですか？きちゃんって誰ですか？と質問。氷川が、私ですけど、何ですか？と返答。ああそうか、きよしくんでしたからね、と言うと、すかさず大吉が、それがあって、きちゃんになったやん。で、今きーあいな、何この進化家たちは？と質問を投げかけると、人間って進化するんです、よと氷川。ドラゴンボール？と花丸が質問すると氷川が、そうなんです、よ。第三形態なんですよ、と言い、三人は笑い声に。大吉が、どっちで呼べばいい？と質問すると、だって大吉さんが言ってくれたんですよ。きちゃんよりきーあいなえの方が良くない？ってと氷川。それを聞いた大吉は、そんなこと言ったっけ？と覚えていない様子だったが、氷川はあれで励まされて、あれから自分のことキーあいなって呼ぶようになったらすごくしっくりきて。キーアイナと自身を呼ぶようになったきっかけを明かした。ネット上には大吉先生覚えてない様子なのがリアル、きっと酒が入ってたんだろうね、大吉先生が女性にモテるのは女性が欲しいと思っている言葉を無自覚に発言するところだと思う、
大吉先生の確信を明かさずに会話を進めていくテクがすごかった、などの声が上がっています。大吉の人の良さ、芸能界における博多県人会の絆の強さが垣間見えるやり取りでした、女性指揮者。気合いないの方が良くない？といった覚えのない大吉は罪な男と言えそうだ。氷川きよし、激しい批判をバネにひたむきに練習、叩くこと、叩かれること。12月20日放送の氷川きよし22年の感謝を込めて限界突破レイディオ文化放送では、氷川さんがデビュー当時を振り返る場面や楽曲への思いを語る場面がありました。氷川きよし、ボヘミアン・ラプソディ、ワイキル誓い。番組後半にはクイーンのボヘミアン・ラプソディを氷川さんが日本語カバーしたパパロン、パピオン、ボヘミアン・ラプソディをリクエストするメッセージが。氷川さんはこの楽曲を流すにあたり、私はこのフレディ・マーキュリーのクイーンの映画をですね、2回映画館で見まして。フレディのスターであって、あれだけの歌唱力があって、たくさんの民衆に好かれても、お金も地位もあったって、やっぱりこう孤独感。周りの人たちはみんなハッピーになってるのに、家庭はあったり家族団らんの時間だったりしてるのに、自分一人だけ切ない。この寂しさとか埋めれない孤独感。それを感じた時に、この人の思いを日本語で伝えることが、この方に対しての自分は供養だというふうに思って、日本語でこの思いを全部感じて追悼したいっていう思いから、湯川玲子先生にクイーン側に了承を得て、日本語に翻訳していただきました、とカバーした理由を明かします。また、日本語にしてもらった時に自分の命に染みるように一つ一つの言葉が入ってきて、自分はまた生きる誓いとしてカバーさせていただいた作品です、と楽曲への思いも語りました。これらの話にネット上では、ほんと大変だったんだな、ボラプはキーアイナへの生きる誓いだったのか。やっぱり大好きだよこの曲、私も強く謙虚に生きていこうと思ったよ。ボヘミアン・ラプソディ流れてよかった、といった声が上がっていました。デビュー当時について、また楽曲への思いなどを話していた氷川さん。たくさんの苦労や葛藤を乗り越えて、22年間の芸能活動を続けてきたであろうと想像しながら聞いたリスナーは多いのではないでしょうか。氷川さんには、ゆっくりと休んでもらい、いずれまた戻ってきてくれることを期待したいですね。四角氷川きよし、ヤジもバネに、叩かれて、鍛錬を繰り返したひたむきな心。年内で活動休止をする氷川さんが20年以上にわたり、文化放送で冠番組を務めてきたことを記念し、リスナーへ感謝を伝える特別番組として放送された、氷川きよし22年の感謝を込めて限界突破レイディオ。番組では、リスナーから届いたリクエストに応えて、氷川さんの楽曲を流しました。最初の1曲は、氷川さんのデビュー曲、箱根八里の半次郎。氷川さんは、この曲について、最初は、びっくりしましたよね。デビュー曲が、箱根八里の半次郎。って言われた時に、何で私がって思ったんですけど、と当時の心境を本音で打ち明けます。作詞の松井ゆりおっと先生にお会いした時にお答えしたいって絶対にそのチャンスを大ヒット曲に結びつけたいそれが毎日の戦いでしたね、とがむしゃらだったデビュー当時を振り返ります。デビュー当時の活動についても、キャンペーンだったから、レコード屋さんの前で歌ったりとか公民館で歌ったりとか、そういう日々だった、と回想。そういった活動の中で、テレビたくさん出れるように頑張ってね、と応援の声があった一方で、ヤジを飛ばす人とかもいましたよ。もっと演歌っぽくしろから、とかと告白します。しかし、それがバネになりましたよね。ちやほやされてるだけじゃ芸能界って伸びませんね。叩かれて、そこで頑張っていこうって、と悔しい思いをしたことで、きちんと結果を出そうという前向きな気持ちが生まれたとします。また、人間っていいことばかり言われると勘違いしちゃうじゃないですか。
でもどこか自分を客観的に見てたので、売れようが売れまいがテンション変わらない自分でいたいなってすごい思ってましたね、とコメント。周りの言葉に左右されないことを大切にしていたようでした。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。